こんにちは、さかなでございます。今日はですね、またアマゾンで買ってしまったんですけども、これが来ました。中身はですね、外反母趾サポーターです。外反母趾ですね、私ですね、どうもですね、前からですね、左足がね、ちょっとですね、親指の方が内側に、入りつつあるような感じで、アマゾンで見てですね、一番レビューが多かったのと、レビューが良かったやつですね、それを買ってみました。固定打ち型メッシュタイプでですね、外反母趾が原因の足のトラブルに、ひどい外反母趾になる前に、という形で、書いてあります。これをつけてですね、靴が履けると、あと足指を広げてしっかりサポートすると、足のトラブルを軽減すると、あと軽くフィット感に優れ一日中快適という形で書いてあって、あとメッシュ構造で交通機ですねという形で書いてあります。これ左足を右足があるんですけども、私の左足だったので左足を買いました。それで私の足ですね、まあ綺麗な足ではないんですけども、ここですね、ちょっとこのやっぱ出っ張ってるんですよ、こちらに比べてね。それで少しこの内側にここに入ってるんですよね。で、朝この起きた時はもうこんな感じになったんで、これはあんまり良くないなと思って今回買いました。今日はですね、中にはこんな簡単な説明書ですね、使い方の説明書を書いてあります。でこれがですね、その製品なんですけども、簡単なものです。親指とですね、足の人差し指の間に入るやつですね。それこれを足のところに入れて、これで両面テープ、ゴミがついちゃった、両面テープでですね、ここでピッて止める感じになるんで、これがですね、その製品なんですけども、ここのですね、ところにですね入れまして、それでこちら側をですね、ここに引っ張って、ゴミがついてるんですね。それでこれをですね、こういうふうに止めるという形になります。サイズ、これちなみにですね、サイズがここにあるんですけども、 L の左ですね、M サイズもありました。私は一番大きい L を買っていました。ちなみにですね、私の足のサイズは26ですね。でも、まあこれでちょうどいいぐらいですかねという形になります。まあ別にこれが広がって痛いということもないですし、ここのところはですね、結構クッションみたいな感じであるんで、別に違和感ないですね。あとレビューですね、ここのところ のマジックテープですね、ここはですね、なんか出てきちゃって痛いというようなことが書いてあったんですけども、まあこれはですね、ちょっとしばらく履いてみて、また動画にしてみたいと思います。今これでですね、靴下を履いてみました。靴を履いてですね、何歩かちょっと歩いてみたんですけども、やはりそれなりに違和感は当然ありますよね。あとはまあこれ慣れの問題ですから、これを履いてですね、しばらく使ってみたいと思います。朝ですね、商品のレビューをして装着したですね、この、外反母趾矯正サポーターなんですけども、最初は結構違和感があったんですけども、まあ、ずっと履いてるうちですね、あんまり違和感がなくですね、履くことができました。でも最後ね、夕方になるとね、ここって結構なんですかね、ジェルクッションでもないけど、結構その柔らかいクッションが入ってるんですけども、そこのところはね、結構痛いというか、なんかそんな感じにはなってきました。で30分ぐらいで散歩もしてみたんですけども、まあ、痛いとかそういう感じはなかったですね。あとはレビューによくあったですね、ここのマジックテープですね、ここのつけた部分がここに当たっていたいということが書いてあったんですけども、そこはですね、このマジックテープをつける位置をですね、きちっとですね、つければですね、特に痛いということはなかったです。それでですね、やっぱりね、これ一つしかないと洗い替えですねがないといけないんで、100均に行ったらね、こんなのがありました。これですね、足ラクラクパッド、寝るときはこれをつけてですね、それ夜の間にこれを洗っておいて、つけるっていう感じがいいと思ってこれを買ってみました。これね、こんな感じなんですね。それまあ足につけるとですね、こんな感じですね。
こんな感じでですね、足に、つけられます。まあ、これでね、夜寝てみますかね、というような感じでですね、今日はですねこの外反母趾のですね、矯正サポーターとですね、まあ、あとは、足楽楽パッド、まあ、これも外反母趾ということなのかもしれませんけれども、まあ、特にね、この商品はそういうことは説明ないんですけども、それをですね、買って紹介しました。またいろんな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。